はや今日ね、ちょっと、ね、寝てるの起こってきたから、ごめんね、そんな気ましい顔しないで昨日はご機嫌だったんですけど、ごめんね、ごめんね、そのまま寝てくっちゃったはい、体重2200、あ、一応この間も2200だからね。そうですね、だからとりあえず2200、え、2200、2200、減らないことが大事ですね、体重はね、はい、減っちゃうとちょっとしんどいもんね、はい、ドライのご飯すごい、毛がちょっと毎日じゃないんですね。そうですね、最近一日大きいのはちょっと夕べ出るかなと思ったけど、その前は出た、あの帰ってから出たんで、うん、固めがすごい、もう固めで十分、で自力で食べるのが、この間が6日の日、パンが52、ドライが6、パンが65、ドライが7。食べることはないんだよね、どっちも、口をね、はい、もう一息食べてると嬉しいんですけどね。ドライ、すごい音してるんですけど、なんでだろう、カリ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 、むっちゃ食べてる音するんですけどで、測るとこれぐらいってことですよ、あの、この人食べるので、うん、あのかけらみたいなのはちょっと残ってて、でもかけらになるとも食べないので、え、そうなんですよ、なんかこう、あの、この粒が砕くんですよね、歯で、はいはい、でそれがちっちゃくなるといいのかもしれないけど、そうなんだ、その音はするんですけど、でも噛むのが好きという感じかな、噛んでその快感、歯の食感が、あ、そうなのかな、だから前のご飯大きかったから、あれは噛みがいがあったかと思うんですけど、うん、吐いたりはないし、あ、はい、ないですね。おしっこもジャードで出るんですね。はい、出てます。はい、よいしょ、ちょっと顔見せてもらおうかな。ごめんね。ごめんね。今ちょうどね、ちょっと瞳孔開いちゃってるからさ、緊張して。よく見える。よく見える。よく見える。うん、そう。瞳孔が、要は開いてると眼底、はい、網膜の方まで見えちゃうんですよ、あの今ので見ると、はい、ごめんね、お口の中の色、うん、そこね、あ、めちゃくちゃ力入れてる、まあピンク色だけど、まあしょうがないよね、ちょっと赤みが足りんかなというところですね。お腹さまらしめる、うんちあるんじゃないの、またはいね、水がちょっとすごいですね、硬いですか、うん、15センチ分ぐらいありますよ、あんなに出したのに、そうだよね、毎日出てないからですよ、ね、そうなんだよね、はい、じゃあ、お預かりして夕方また迎えに来てください、はい、6時ぐらいでいいですか、うん、いいですよ、はい、で今日はちょっと採血してみますんで、はい、でね、採血の結果夕方には出ません、はい、ちょっと検査センターに送りますから、料金は同じぐらいかな、はい、で項目広いんで、はい、だから3日ぐらいかかるんだけど、あ、分かりました、緊急用しないからね、緊急用するときはもう病院で調べちゃうんだけど、あ、なるほど、はい、分かりました、そうさせてもらえるとありがたいんですけど、はい、6時ぐらい、はい、6時ぐらいにお願いします、はい、お疲れします、じゃあ一旦入るか、注文モーションです、お願いします、はい。